株式会社クレディ政府企業情報は、欧州大手の信用調査会社クレジット政府、グループの日本法人である。本社は、福岡市博多区城をご副庁、グループ本社は、当期面場は、オランダハーグにあり、実質本社は、イギリスウェールズのカーディフにある。2016年1月に、東京都港区で設立、同年9月に、福岡県福岡市に本社を移転し本格稼働し、 その後名古屋事業所を開設した。事業内容は企業信用調査及びオンラインによる企業情報サービスの提供である。特に企業情報サービスにおいては日本国内企業のデータは無制限での閲覧が可能な点は同社特有のサービスである。営業方法は大手企業へは各拠点からの訪問営業であるが中小企業などその他の企業に対しては 電話による営業スタイルとなっている。また海外では契約更新率は90%以上であり、ストック型ビジネスとしてビジネスモデルを構築している。代表は牧野和彦でダンブラッドストリートジャパン株式会社を経て代表取締役社長に就任した。予診管理や再建回収に関する著書もあり、講演活動も行っている。 クレディ政府グループは1997年にノルウェーで設立されて以来、欧州各国に事業展開し、現在ではイギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、オランダ、米国など、欧米12カ国に16の拠点を持ち、1500名以上の従業員を抱えている。3億2000万件以上の企業情報を保有し、 世界で10万以上の顧客に年間1億1000万件以上の企業情報レポートを提供している。2016年にアジア発の拠点を東京都と福岡県に置きサービスを開始している。クレディ政府は1997年にノルウェーのオスロで創業し、当時急速に成長し始めていたインターネットを用いて中小企業を中心に 企業情報を提供するサービスを開始。現在では全世界12カ国に拠点を構える。ありがとうございます。